きチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあということで、はい、新年一発目の動画撮影です。はい、そうですね。ここから。はい、本当のハッピーニューイヤーです。はい。本当のね。ね。うん。あ、前回のハッピーニューイヤーは12月だから。そうです。だってあれ結構補強とか分かってないまま、うん、あの順位予想とか出しましたので。いやもう言い訳いいねって。言い訳いいねって。言い訳いいね。いやでも今のところまだあれですよ。うん、本当面白いよな。なんですか。世間の人って。なんですか。え？いや褒められたら佐々木最高って言うし、佐々木さんだったらクソ解説者みたいな。もう一喜一憂すごいわ。すごいですよね。いやでも本当そうですよね。最下予想しただけでなんかすごい言われますもんね。やっぱ、うん、私はただのファン予想なのになみたいな。そうね、まだね、うん、すごいな。最近ちょっとあれだね、バッシング多い。まだバッシング、あの中村翔成選手のサンドイッチスキャンダルっていうのを言ったことによって広島を最下位にしとるし、いつら舐めとんなみたいになったんですよ。あ、そのバッシング来てます。来てます。そうなの。だから今年はいらんこと言わんと思う。そっとしたと思う。いらんこと言えよ。あの動画面白かったんですけどね、2020年の動画ね。でもいいことじゃなくて、アンチもあってこそっていうね、みんな同じこと思う人なんていないから。みんな思ってることをね、うん、僕言うだけなんですよ。うんうん、いないよ。そんなこと言ったらもう、来年の順位予想、同着1位って言うんだよ。いいだね、横並び1位。もう予想なんてわかんない。おもんないみたいな。ね、さあということで、今回、スカウト編成能力チェック、はいはい、中日です、うん、はい。まあ、中日、まあ、現状変わった選手で言えばこれね、中日が弱い理由が分かるね。見れば見るほど本当に明らかに弱い。明らかにスカウトの能力と編成の能力が低い、著しく。いやいや、パンチ効いてるわ。2024年もいらんこと言うのやめとこ。だって増えてんの大野が S から 1SS、うん、だから東京オリンピック行ったから ね、 そうですね。でタイトル、ね、もう1回取ったっていう、うん、で武藤が B。 あ、だから40試合投げたんだろうね。あ、で又吉が A、うん、でもういないからね、うん、行っちゃってるからソードバンクに、はい、で小笠原が A、 で2桁ね、2桁勝ったんだろうね、うんうん、あ、もしくは規定投球回か、うん、ね、規定投球回だけじゃダメだよね。2桁勝たないといけないから ね、 ね、だから10勝勝ったんだから、はい、うん、で木下が BB、うん、だから100試合以上出た2回、2シーズン、まあ、キャッチャーだからね。最近も木下だもんね、うん、まあ、去年は怪我してね、ちょっとあの出番が減ったけど、うん、で柳が SS、 だからタイトル A からね、はい、だからタイトル取ったんだね、うん、すごいね。だから2000あれ何年、18年までやって、だから5年間の間にタイトル取ったんだね。成長だね。で石川が B、 だ去年100試合出たんだね。石川高也選手か、うん、100試合以上ですね、うん、で、高橋宏斗が 1B、 だからこれはオリンピックに、ね、あ、じゃあ WBC だ、 WBC だからね、うん、代表に、うん、っていうところで、はい、だからまあ前回ね、やってないところから言うと2019年、石川橋本岡野、うん、ね、ドラフト1位から石川が B、 橋本も印、岡野も印で、2022年、ドラフト1位高橋、2位森、3位龍空ね。で、高橋が 1B、うん、で森龍空が無印、うん、で21年ブライト鵜飼石森全員無印、うん、で2022年中地村松、森山、全員無印っていう、うん、っていうところで、そりゃ弱いわな。誰も成長してない。ランクが変わってる人が少ないっていうことですか。うん、めっちゃ少ないよ。でしかも外国人も働かへんやん、うん、でただどうやって勝つんやっていう、うん、だって上がってんのが大野と柳でしょ。あ、大きく上がってんのが横沢が、まあ、10勝したっていうところで、はい、まあ、投手陣良くなった、もうそれはもう目に見えて分かるやん、うん、でも打者が誰一人、打者いる、え、打者の B 以上って誰。あ、石川昂弥選手か。まあ、これはでも試合出たらつくから、そっか、うん、だから B はかん難しいけど簡単なんだよ、うん、試合にさえ出ればいいからね。野手の高橋周平、2011年の SS だからね、あ、タイトル取った、タイトル取ったっていうね、うんうん、ところで、うんうん、その次の野手平田、2005年、1SS、 これもまあベストラインだろうね。へえ、そんな前になっちゃうんだ、うん、
でその前がこれ田上はあのソフトバンクに行ってたからね、うん、キャッチャーで1回ベストライン取ってるからね。福留 4SS、 森野 1SS、 荒木 1SS で、タイロン・ウッズとかね、うん、あのブランコとか野手はね補強もできてたし、で書いて取ったイパスさんとかね、うん、で増えてきた和田さん、あの谷繁さんだから、あの落合さんの時のドラゴンってめっちゃ強かった時の、うん、ドラフト上位で野手で試合出てたのって森野で福留荒木だけやな。です、ね、あとはだってキャッチャー繁さんだし、ファーストタイロンツとかブランコでしょ、で外野がでイバスさんでしょ、で外野和田さんとかセンター大島とか出てたね、俺らの時はね、大島が2010年若い時だったし、その前で言ったら、まあ、守備固めが秀則とか、うん、井上さんとかも出てたのかな、外野。野手が、野手のドラフトヘボいね。野手ランクついてる人、ほんと少ないですね。うん、だから結局、ずっと野手が困るんじゃん。うん、だから、落合さんの時、強い時は、だから谷繁さんと和田さんと、で、まあ、外国人。うん、で取ってこれて、で1位のりさんとかも良かった時だからね、うん、で上位はボリの荒木、福留、うん、2010年は福留ももうメジャー多分行ってたからね、いないからね、うん、その前はいたけど、だからまあまあ野手ほぼ育ってないね、うん、そうですね。えだってここ数年でもう B ついてる人も本当にほぼいないぐらいですよね。 B の野手も石川、京田、木下でも京田選手もいないですしね、うん、のみ、うん、定着しない。ほんとそうですね、うん、編成とドラフト編成だって、他で言ったら野手よ、はい、村松、鵜飼、ブライト、リューク、石川、根尾、高松、石垣、京田、木下、友永、桂で、高橋周平、吉川、うん、これ中田ってアジアの中田やな、はい、どちらで、うん、で岩崎、野本、ほぼほぼ野手活躍してない。いないですね。本当だ。え、じゃあ 今レギュラーで出てる人って結構下位の指名の人が多いってことなんですか、ね、いや、そんなことだよ。木下キャッチャーでしょ。あ、まあ、そうですね。でファーストは、まあ、ビシエドとかだったから、うん、で二遊間は村松とかリュウフとか、うん、福永とか、うん、でカリステとかでしょ、去年で言うと。あ、まあそっか。でまた今年も若いの取ったやろ、うん、でサードは石川が出てて、うん、でその後怪我していなくなった時誰出てたっけ、あんで高橋周平とか守ったりとか、うん、まあそうか。でも上位の人たち出てるけど100試合以上も出てないってことですね。うん、だって出れる要素がないやん。ないってことか。で外野が、うん、誰や、大島、はい、岡林で細川だから。あ、そう、岡林選手が下位なのか。うん、大島も下位だしね。下位か、うん、だからいないのか。だからもうドラフト上位ほぼ全滅。うん、野手そうですね、うん、もっと石川昂弥選手とか伸びてきてほしいなってね、うん、これはちょっとスカウト編成は反省しなきゃいけないね。うん、だからそれがもう弱い理由はもうそこだね。ドラフト戦略大失敗だね、結局は。で外国人も取ってこれないし、うん、でパーセンテージで言うと、もともとが B が 18%、うん、A が 9%、 S が 15.38% だったのね、うん。でそれが、2023年もだから前回までだから2018年まで、うん、で それからあと5年分入れて2023年まで入れると B が 21% で、まあ、約 2.2% 上がってる、ね、増えてるのか、うん、はい、でまあこれは多分試合出てるだけの人が増えてる、うん、はい、で A が 7.78% で 2.2% 下がってる、うん、で S が 14.44% で約 1% 下がってるっていうところで、 A と S が下がってるのか。そうそう、パーセンテージ言うとね、うん、で全体的には、まあ、試合に出てるレギュラークラスで言うと 42.31% から 43.33% だから、うん、ほぼ変わってない、うん、1% 増えてるっていうところで考えると、うん、チームが良くなってる形跡がドラフトの1位から3位までの選手が全く活躍しないことによって上がらない、うん、だから最下位、首脳陣だけのせいにはできない。これです、うん、これ見ると。そうですね、うんうん、選手自身もやっぱり結局ね、監督コーチっていうのは、うん、あの塁に出ないと仕事できないんだ、うん、ノーヒットノーランで監督コーチの采配が悪いって言っても、はい、それはもう選手の責任じゃん、うん、いきなり初回に10点取られてもどうしようもないじゃん、はい、だからピッチャーがそこそこ抑えてバッターが塁に出るから監督コーチはそこからいろんな作戦が組めるから、うん、まずは
俺はだからいつも言ってんじゃん、一番の責任は選手、うん、で次が編成、うん、で最後に首脳陣っていう、はい、で今はね、今もう自主トレ始まってるし、うん、各球団垣根を越えて、はい、いろんな選手と自主トレしながら、うん、いい悪いは別として、うん、全く野球経験ない人のデータを活用しながら、うん、指導を活かしながらする人もいるわけでしょ、はい、でそれを持って帰ってくるわけでしょ、でそうなってくると、あの下手したら現場のコーチの言うこととか聞かない可能性もあるじゃんね、うん、だって俺なんてバッティング全部福田さんに聞いてたんだから、うーんコーチじゃなく先輩って、そうそうそう、もう俺はもう決めてんね、うん、一番能力高い人で一番身近にいる人から教えをこうっていう、うん、でそのプラスアルファコーチの話を聞いていくわけだよね、はい、うん、か色はそこから肉付けしながらね、でオリジナルに変えていくっていうところで、うん、まずそれはチーム内で強要されてるだけだけど、はい、チームの外で共有したことを持ってこられるわけだから、結局は一番問題あるのは選手なわけ、はい、でもその選手を取ってきた編成が次に問題あるっていうところで言うと、うん、もうこれはもう完全にドラゴンズが弱いのは選手と編成のせいだね。そう、もうこれで言ったらもうでも編成の人がこの活躍しない選手を選んだってことになる、ね、そうそう、だってもう大げさに言うとよ、うん、お膝元トヨタ自動車あるわけじゃん、うん、源田はドラフト1位で取っても良かったよね、まあそうですね、大げさに言うとよ、うん、ショートがそんなにいないんだったら、うん、源田取ってても良かったし、うんうん、あと弟たち言うと中野をドラフト2位とかで取っておいてもよかったわけじゃん、結果論だよ、はい、結果論だけども、ね、うん、でもその選択肢もあったわけじゃん、うん、ね、足りないんだったら、でもそれ以上に違う選択肢を用いて取りに行ってるわけでしょ、うん、でそれが大失敗してるわけじゃん、はい、でなったらそれはもう、まあ、監督がどこまでそのドラフトに関与してるかっていうところもあるから、うんうん、全部が全部とは言わないけども、はい、その足りないところを下位で取って他の球団で活躍したやつはいっぱいいるわけじゃん、うん、だから、まあ、もちろんそのチームに行ったから活躍したっていう可能性もあるから、はい、一概にどのチームに行っても活躍するとは言えないけど、じゃあ杉本とかドラフト10位なんやから、そうですね3位ぐらいで取ってたら誰でも取れるんですね、誰でも取れたんで一番ね、はい、うん、あの下の方なわけだからね、はい、だからそういったところで言うと、まあもう悪いとしか言いようがないよね、それはもうそれ勝てないよ、なかなか勝てる要素ないもん、そうですねいやこんなに選手こんなに頑張ってるのに勝てないんだ、采配、うん、悪いななるけども、はい、ドラフト上位までが誰も活躍してないって、うん、それはパ・リーグ編の西武に比べたら、はい、それ全然いないわけじゃん、そうですね、それはどうやって勝つという話になるだろう、うん、ね、それはしかも野手なんてもう13年前の高橋周平部やで、うん、そうですね、13年ってもう下手したら2クールぐらいチーム変わるで、そうですね高橋選手と平田選手からいないってことですもんね、うんうん、だって俺まだ現役だったで、そうか2011年、そうですね、うん、だって2010年中日と日本シリーズ戦った後だからね、うん、そっから野手誰もいないのよ、うん、13年間生え抜き選手が、うんうん、ドラフト3位までで、うん、3位までで、うん、はい、どうなってんねんって話やんな、そうですね、それはしかも A もいないからで、ね、うん、でその前って言ったら福留やで、はい、福留俺の同期やで、そっか、あ、じゃあその間本当上位の野手でタイトル取るような選手が3人しかいなかったってことですね、そう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 、うん、じゃあでも A 以上もいないから、だから要は、うん、3割ホームラン25本打点70盗塁30するようなやつもいなかったってことだよ、うん、そうですね、うん、そら弱いよね、うん、っていう結果です、はい、そうですね、だからもうドラゴンズはそんな首脳陣ばっかり攻めないで、もうちょっとフロントと編成の仕事をちゃんとできるように、耳が痛いでしょうけども、うん、データ上出てるからね、はい、やる必要があるんじゃないのかなと佐々木は個人的に思いますけども、はい、ドラゴンズファンの皆さんはどう思いますか、はい、